いだうちなんちゅで。あ、広島からなんだ。そう、いつもミュージックシャワーさん聞きながら故郷を感じています。ありがとう。今まで聞くだけでしたが、今日のテーマでちょっと書いてみようと思いました。はい。先ほど二人が鼻毛が出てる時に何て言おうと話してましたが、はい、我が家では鼻毛のことを小人さんって呼んでます、はい、可愛くない？例えば、あ、小人さん出てきてるよとか、小人さんはみ出てるねとかどうでしょうか、ちょっと可愛くなりませんか。可愛い。可愛いんだけど、そんなにしょっちゅう使う機会があるの、小人さんって言葉を。ルミネームさんはあるわけすごいね。だから鼻毛が結構成長が早い家系なのね。ねえ、でもいいね、小人さん。周りから聞いても多分鼻毛とは分かりにくいはず。おかしいこと言ってって思われるかもしれませんが、ぜひお二人も使ってみてください。それではこれからも放送を楽しく拝聴させていただきます。ありがとうございますって。そっか、鼻っていうところから離れるのが大事なのね。うん。小人って言ったらもう突拍子もないから、なんかわかんないじゃん。かわいい。小人さん出てるよって。いいね。でもその小人さんっていう前知識がなくても、え、何小人さんってなるじゃない。小人さん、トイレ行って鏡見て鼻のあたり小人さんが出てるからって言ったら、ちょっと傷つかないかもね。傷つかない。帰ってきて、あ、ありがとうね、小人さんやっぱ出てたっていう。ね、3人いたね。ねえって今日は3人だったっていいことあるはずよ、今日。あ、いいね、小人さんに会えたから。あ、こんなの作ればいいんじゃない。小人さんに会えたらいいことがある。起きる起きる、運気が上がるとかね、うんうん、やった、小人さん出てた。いやーすごーって。なかなか出ないよ。だから俺もだって結構あれで半年分ぐらいだよ。やっぱり、うん、どんないいことがあるか楽しみだね。楽しみだなっていう感じだよね、うん、また出てたら言ってね、小人さん。すぐ言う。見つけた人もいいことあるって言われてるから。あ、じゃあ今日いいことあるね。あるわけよ。ありがとうね、出ててくれて。いやいや、もうとんでもないよ。いや、夏子さんが見つけてくれてありがとう。だって見つけてもらわんと分かんなかったもん、自分じゃ。あ、本当。こればっかりさ、自分に分かんないんだよね、小人さんだけは。そっかそっか、うん、何も意識して探すようにするね。そうだよな。いや、次会えるのいつかな、頑張ろう。いいね、うん、ね、小人さんで行こう。小人さんいいね。見つけたのもなんかすごいいいことある気がしてきてる前に、ね、うん、いいことになるからね、これね、うん、やったー。